はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。豊島区なんですけど、池袋のある豊島区なんですけれども、65歳以上の一人暮らし世帯が 36% っていうですね、日本でも一番、まあ多分世界でも一番の高齢化の、自治体なんですけれども、一人暮らしの65歳以上が、36% ってことは、まあまあ一人になったら豊島区に引っ越してくるわけじゃないから、高齢者世帯っていうのも、多いじゃないか。で、高齢者世帯で、まあおじいさんが亡くなっちゃうと一人暮らしになっちゃうみたいな、でですね、昨日60歳の無職の息子が、豊島区でね、無職の息子が80代のお母さんの首絞めて殺害したって事件が起きちゃいまして、自分で警察に電話して、自首したみたいなんですけれども、介護できないと思った自分には、っていうことらしいんですけれども、だからつったってね、あんな首絞めちゃう、っていうですね、育ててもらった恩も、忘れて、まあ80代のお母さんになんか症状が出てきたんですかね、ボケの症状っていうかさ、だから伝って首絞めちゃうっていうのはおかしいよな。60歳っていうと働いてる人が、まあ8割9割ですね、まだ定年伸びたからね。やっぱ何、無職の高齢引きこもりをやっぱり高齢の親が面倒見る中、50、80問題、今は60、90問題なんてなってますけれども、今後はこういう事件豊島区で増えんじゃねえかなーって、ビクビク心配しております。9月5日新宿南口で共産党が凱旋やってた、そうであります。画像が寄せられました。女性議員2名がですね、選挙外の、期間外の内裏たすきで選挙違反しておりました。常習的にやってたのが、ツイッターで諸バレするようになってですね、選挙違反、名前入ったたすきで選挙違反してんのを自分でツイートしてたりなんかして、あーこいつら全然悪いと思ってないんだなって思っておりましたけれども、これがどこでもやってる、全国的にやってるってことで各方面から叩かれるようになったんで、下の方に小さく名前、書くように工夫したみたいなんですよね。そんなことしても違反は違反だっつうのってね、なんかへりくつこねて言い訳して悪さを正当化してる幼稚園児のような、先生の目ごまかしてしてやったりって、子供みたいな幼稚さを感じるんですけれども、どうでしょう、違反じゃないしみたいな、小さいから、まあバカで幼稚がパイをやってるわけなんですけどね。ではなぜ共産党はどうしてそこまでして選挙違反したいかっていうのを、まあ考えるとですね、違反しないと死んでしまうのか、なんでかんで選挙違反したいのか、名前入りのタスキを使いたいのか、暴力革命を目指している、今の政府が悪いんだっていうことにしないといけない、悪いから倒すんだってことにしないといけない、でないと正義の政府、正しい政府を倒した自分らが悪になっちゃうからね。で、今の政府は悪い、今の政府が作った法律も悪い、なので守らないことが正義っていうか、守らないことで今の政府が作った法律の正しくなさを、訴えかけているってへりくつなんですかね。現在平均年齢75歳の党員に暴力革命の正当性を示すためっていうかね。で、法律が悪い。悪い法律は破る。俺は悪くない。社会が悪い。ここにも幼稚性を感じますね。10月1日午後、池袋で予定をしております。外国人実習制度、廃止でも、のぼり2種類と、横断幕デザインして、注文して、今届くの待ってるところであります。不法滞在者累計24万人、外国人実習制度廃止、なんでこれがここに繋がるのかは
ちょっと説明しないといけないんですけれども、不法滞在者が累計24万人もいるってことを知らない人多いんじゃないのかな、思って、入れました。不法滞在を許さない外国人実習制度廃止と、まあね、外国人実習制度やってる限り不法滞在が増え続けるっていうロジックね、毎年毎年数千人も失踪して、それがそっくりそのまま不法滞在者にジョブチェンジして、不法滞在者の計は24万人実習制度続けたら、それだけで毎年数千人ずつこれが増えちゃう、来年には25万人、再来年には26万人になっちゃうでしょ、実習制度を続けたら。日本人の賃金上昇を抑制している、まあ、労働力の輸入ってことで、需要と供給のバランスで単価下がっちゃいますね。数十年後ですね、奴隷労働させられた、給料ももらえなかった、訴える可能性が非常に高い。米国から奴隷貿易だと非難されている。こんだけの問題含んでるのに、なんでやめないんでしょうね。なんで法務省はですね、入管は法務省の管轄じゃないですか。なんで法務省はですね、俺らの仕事増やすな、取り締まりきれないよって文句言わないんですかね。今実習生使ってる経営者はですね、数十年後訴えられることを、になっても、俺ら知らねえ、その頃もういねえから、なんでしょうかね。実習生を使い倒してるですね、実業界、財界とも言いますけど、は、ゴミメディアの広告主なんで、テレビ新聞はどこも報道しないとは思いますが、スポンサーのご機嫌を損ねてはいけないということで、皆様よろしくご参集ください。で、俺も参加したけど、テレビのニュースならなかった、どこも報道しなかったと、SNS に書き込みまくって、ください。今の心配は台風来ないといいなーっていう。ジャニーズ報道について立憲長妻、東京新聞、磯子、国が解決しろ。朝日記者、藤原、徹底調査を。パヨが特にうるさいのはなぜなのかと考えておりましたけども、英独仏メディア一斉報道、日本芸能界の闇、個人は世界最大級の性加害者、新社長にも性加害疑惑と。ああ、そっか、パヨは海外メディアに叩いてもらって日本下げしたいのか。キリスト教の国はですね、日本の比じゃないぐらい未成年者加害、被害者、未成年者を傷つけると厳しい。すげえ厳しい。キリスト教の考えだと未成年はまだ人ではなくて、大人が保護する、自我とかあんま認めてなくてね、未成年の。なんだろう、どっかの政党ですかね。キリスト教の国は未成年を傷つけるとえらく厳しい。大人が保護してやんないといけないもんだ、いうのがキリスト教。子供にも子供の考えがあるとか、自己責任とか考えちゃう日本とは比じゃない。未成年をですね、常習的に連続で性暴行なんかしてると懲役300年とか普通にありますしね。朝日新聞記者なんか、テレ朝が子会社なんだから隠蔽してた共犯側なのに、ジャニーを隠蔽して共犯側なのに、そんなことも忘れたのか、日本の評判が落ちれば本望なのか、まあそういう関係でパヨどもがこんな外野がうるさく騒いでるんだと思いますけれども、朝日新聞記者が徹底調査をって言ってんだから、徹底調査しない方がいいんじゃないか。東京新聞の磯子が国が解決しろっつってんだから、国が関与しない方がいいんじゃないか。なんていうシンプルな答えにもたどり着きますよね。名古屋市くら寿司の醤油ペロペロ事件被告、吉野、なんて読むんだこれ。なんとかみやび、りょうがって読むかもしれないな、キラキラで。21歳、初公判。検察側は懲役3年を
休憩、これ重いのか軽いのかちょっとわかんないですけれども、弁護側執行猶予いただきたいと。凌駕なんていう、なんかあのキラキラの名前つけちゃう親もつけちゃう親だなぁ。被告、人気者になりたかった。本当にバカなことをしました。と述べたそうであります。判決言い渡しは10月13日だって、世論です。醤油舐めても人気者にはなれんだろう。人気者かどうかはわからんが、有名にはなれたぞ。初犯で実刑食らうかもとか、怖え。こういう連中はガンガン逮捕していけ。店に迷惑かけて人気者に、どういう脳みそしてんだよ。バカはバカ界隈で人気が出るのか。バカなことをしたじゃなくて、こいつがバカと。執行猶予、多分つきますね。私のなん知識から言うと。検察側はですね、実刑食らわしてやるっていう、思ったら3年以上休刑します。大体。執行猶予は1年から5年までって決められてて、最長で5年なんですよ。一番長くもらえて5年。懲役1年、猶予2年みたく、大抵判決の倍つくんで、判決が2年半以上の、懲役、まあ懲役3年とかだと、執行猶予6年になるわけなんですけど、一番長くて5年って決まってますんで、それはない、つかない。ので、懲役、休刑が3年って場合はですね、まあ休刑が4年って言ったらば、検察側に、こいつ実刑食らわしたるっていう強い意志を感じる。なので休刑が3年以下の場合はですね、検察側も是が非でも実刑にってわけでもないので、まあヘズマもソマリもこいつもですね、こういうことするのは大概男の知的障害が疑われるバカなんですけれども、やらんでもええことやるのが男と。女性でこういうのいないっしょ。迷惑動画上げる女性いないっしょ。男でしょ、全員。やらんでもええことやんのが男と。ビルの壁登ったり、ロッククライミングしたり、バンジーしたり、まあ、ロッククライミングは女性もやりますけれども、危険なことやりたがる。で、よく考えてみると、危険なだけで、全然やる必要にがったり、するな。今、ニューヨークでですね、走行中の電車の屋根に飛び乗る遊びが流行ってて、しかも何人も死んでんだって、ばっかだよなって思うんですけれども、ワイルドだろうって言いたいがために命を張ると。それがバカな男。女性は賢いからそんなことしませんよね。ではこういう迷惑なやつは今後どうなるかっていう話なんですけれども、試験ですけれども、例えばこいつが実刑食らったところでバカは生えてくるのでいなくならない。迷惑動画は、永遠になくならないと思います。これ系の動画見てキャッキャと喜ぶバカが存在するからやるやつもいるわけでして、参院選で常習脅迫犯のガーシーに投票をしちゃったような連中、ですね、キャッキャと喜ぶ、芸能人を脅迫している姿を見てキャッキャと喜ぶような連中、28万人もいましたけれどもね、仮にこの28万人を消しても何らかの方法でいなくしてもまた新たに生えてくるしね。マーガレット・サッチャー、イギリスの金持ちを全員消しても貧乏人はいなくなる。英国議会で吠えちゃいましたけれども、金持ちって大抵社会のシステム回してる側だから、その言ったら排除したらですね、社会が混乱して余計に貧困社会になりそうなんですけど、まあその辺の理屈ね、共産党とその支持者は説明しても分かんなそうですよね。なんせね、平等な配分のためには富の集約が必要で、全員が一遍全財産奪われるんだが、どうすんのそれっていう問いに決して答えないでしょ、幹部は。末端は答えられないでフリーズするしね。で、結論ですけど、バカは生えてくからいなくならないっていうのが、結論になります。厚労省発表、日本人の 51% がこっそりコロナに感染してました。6000人以上も感染、こっそり、驚きました。若い世代は 70%、 70歳以上は 25% でした。高齢者は用心してですね、出かけなかったり、引退してて出かけないでも済んでいたからかな、思いますけれども、世論です。マジかよ。
ワクチン必要なかったんじゃ。ワクチンのおかげで無症状だった可能性もある、風邪みたく変異を繰り返すから集団免疫はできないよ。自覚ないが俺も感染したんだろうか。ワクチン開始の時期に私肺がん治療だったんで一回もワクチン打ってないですよ実は。どうなんでしょうね。70歳以下は 70% 抗体持ってるだそうなんで、私も知らず知らずのうちに感染してるかもしんないな。ただ調査したのは N 抗体と呼ばれるものだけで、風邪と同じで、というかコロナも風邪の一種なんですけどね、普通の風邪もコロナウイルスはね、変異やめないんで何度でもかかるそうで、まめにうがいと手洗いとやるしかなさそうですね。ちょっと驚いたっていうニュースであります。半数がこっそりコロナにかかって何事もなく治ってたっていうですね、人生勝ち組に見える医者ですが、自殺率は一般人の 1.3 倍、精神科医に至っては6倍だって。毎年毎年約100人の医師が自殺しているそうであります。世論です。プレッシャーがえぐすぎなんちゃうか。研修医の約3割がうつ症状を訴えるらしい。激務でうつになっちゃうのかな。親が本当にかわいそう。まったくだね。期待、してされててさ、私も獣医ですけれども、今は獣医の仕事してないですけれども、親と折り合いが悪いんで、気の毒とは思わないんですけれども、親がですね、パヨっててダメなんですよ。母親は残ってるんですけど、80代だからな、もう今更治療は不可能だな。なるための努力やコストを考えるとやめるにやめられないんだろうな。勤務医だと労働時間すごそう。当直医とかあるからな。当直医も待機で、酒も飲んでもいけないし、寝ても完全に寝ちゃってもいけないし、辛そうですね。警察官と教師ぐらいやる気ゼロの敵になれないのが気の毒と。警察官と教師やる気ゼロの、敵と、警察官はそんな気もするな。教師はどうだか分かりません。意外なことにですね、中央省庁やプライム企業社員に自殺が多い。一部上場という、大企業、ブランド企業の社員に自殺が多い。意外なことに、辛くても周囲にええとこ就職できたなって言われて相談できない、弱音を吐けない、弱音吐くと何贅沢言ってんだよって怒られちゃう。親や周囲の期待で辛くても休んだり辞職したり転職したりできない、激務。とある官僚に聞きました。老期の連中、月に残業150時間超えてんですよ。あいつら頭おかしい。老期が率先して労働基準法守んねえのダメだろって、思いましたけども、それ聞いたときね。医師もこれなんじゃないですかね。周囲に期待され、羨ましがられて、逃げられない。で、発作的に自殺を。ただしですね、自殺は高級職ばっかじゃなくて、自殺者の 53% は無職。やっぱし経済的理由が一番多いのかなと思います。精神科医は6倍。うつの患者の話毎日聞いてると、うつるんだって、うつが。これはうつの人の面倒見てる家族にも起こる現象で、共倒れって呼ばれております。精神科医の需要はうなぎ登りだそうですけれども、健常者は向いてなくて、患者に同情しちゃうような人は、メンタル、壊れるんで、向いてないんじゃないか。強メンタルが人に同情できないっていうサイコパスな人が向いていくかもしれないですね。そういえば、羊たちの沈黙の連続殺人犯、ドクター・レクターも精神科医だったような気がします。うろ覚えなんですけどもね。というわけで、10月1日は外国人実習制度廃止でもやりますんで、よかったら皆様よろしくご参集ください。場所は池袋であります。集合場所のサンシャイン60の隣の旧巣鴨プリズン跡地の公園は使用許可取りました。あとは警視庁行って、正式に手続きして、正式に告知開始というふうになるんですけれども、皆様よろしくお願いします。デトックスジャパン。